君肘からレインボー。どうも、肘川レインボーです。ということでね、今日 JR 大塚駅に来てますね。ツアー3周目と、なんだよ、分かったよ。前回ね、池袋の終わりで肘川くんがこう耳打ちしてきたことなんですけど、まあ不公平だと、ね、お前には、僕彼女いるんですけど、お前には彼女いて、なんで俺にはいないんだと、なんでツアーに全く関係ない話をされましてですね、まあでも頑張ろう、ライブ頑張ろう。なんでかというと、ライブ頑張る、お客さん見に来る、女の子見に来る、ファンがつく、彼女できる、こういう寸法です。扱いやす、分かった。だからもう大塚駅頑張ろうね。じゃあ一生懸命やります。大塚駅頑張ってきます。行ってきます。レインボーです。見ていただいた通りですね、大塚駅前でライブしようと思ったんですけど、ポリスメンに止められましたね。残念です。ひじくんもすごい落ち込んでます。どんな落ち込み方だっていう話ですけどね。歌おうが歌うまいが、この格好をしているだけで、それだけでしょっぴく価値があると。でもこんなことで折れてたら、僕たちの目標、武道館にはたどり着けません。何があっても肘川レインボーは負けない。今大塚駅近辺の公園に来ています。ここでライブして500人、ここから集めてやりますよ。見とけ、肘川レインボー行くぜ。俺たちの生きる道はよ、うん、公園はダメだね。巣鴨も行こうかな。巣鴨もじゃあ行ってきます。どうも、肘川レインボーです。今巣鴨に来てます。時刻は夜の9時です。見てください、普段にぎわってる商店街なんですけど、ほとんど人いません。前半いろいろあったからね。ちょっと悔しいですね。悔しいですけど、これは巣鴨は次回またリベンジさせてください。すいませんけど、巣鴨は次回明るい時間帯にリベンジします。待ってください。肘川レインボーでした。